ちょっとペロってしていい？飽和食塩水舐めたことない。飽和食塩水の一歩手前、この絶妙に塩が残っている。このラインを見極めていきたい。ちょっとペロってしていい？ペロ。ちょっと待って、やべえ！飽和食塩水やべえ！ちょっと待って、やべえ！ちょっとやばいですね。飽和食塩水は絶対舐めてはいけません。スバルは好奇心旺盛なので舐めてしまいましたが、キッズども舐めるんじゃないぞ。え、マジでやばい。なんかさっき飽和、絶妙に飽和してなくてさ、そんなにしょっぱくないからいけっしょっつって舐めたらさ、すごいやばかったんだけど。はい。味見しねえよ。ふざけるんじゃない。こんなの味見しちまったら死んじまうよ、マジで。ちょっと一回、もう一回舐めとくか。飽和してない食塩水って、もしかして塩が溶けてないからさっきよりも、しょっぱくないのでは？いただきます。でもしょっぱくない！やっぱり、飽和食塩水、この食塩の形が全く見えなくなった食塩水が、一番しょっぱい！え、なんかやっぱり水なんだよ！まださ、水なんだよ、これ！そういうこと？みんなもね、味見はしないように、舌バグってるよ。当たり前。ライン越え？ライン越え？おい、どこがライン越えなんだい？